およそ80種に及ぶ原生のクジラ類クジラ類の各科ごとの系統樹本項目ではイルカを含むクジラ類の進化史について記述する。クジラ目の代表的な種1、北極クジラ2、シャチ3、セミクジラ4、マッコウクジラ5、イッカク6、白ガスクジラ7、ガスクジラ8、白イルカ陸情報乳類とクジラ類の共通性については古くから知られていた。例えば、 古代イギリシャのアリストテレスはその著書、動物の発生の中で、クジラ類は、エラ呼吸ではなく空気呼吸をすること、クジラ類は耐性であり、授乳をすることなどから、人類や、陸上哺乳類と共に、クジラ類を耐性動物という分類群に収めた。16世紀のピエール・ベロンラは、クジラは、陸上哺乳類と同様に肺と子宮を持っていると、指摘した。1758年に、 スウェーデンのカール・フォン・リンネがその著書、自然の体系の中で、哺乳類という概念を提唱した。リンネ本人は、クジラ類を魚類に含めていたが、哺乳類という分類概念が浸透するにつれ、クジラ類も、その一部であると広く認められるようになった。18世紀後半、フランスの比較解剖学者であるジョルジュ・キュビエはクジラを、後足のない哺乳類に分類した。 クジラ類の組み立て骨格はパリ自然史博物館に展示されていたので彼は骨格を詳細に観察し絶滅動物の骨格と比較することができたその研究の中でクジラ類のヒレの構造は基本的には陸上哺乳類の前足の構造と同じであることクジラ類がおヒレを使って水中を泳ぐ際の背骨の上下方向の運動は 陸上哺乳類がかける時の背骨の運動に類似することといったクジラ類と陸上哺乳類に共通する特徴を見出しクジラ類は古代の陸上哺乳類の子孫であるという結論に至ったしかしクジラ類の祖先は具体的にどのような陸上哺乳類でどういう過程を経て水中生活に適応していったのか誰も明示することができなかったキュビエ以来 クジラ類の起源と進化史は哺乳類進化史上の大きな謎とされてきた。20世紀中盤からの一時期、骨格の特徴などからメソニクス目がクジラ類の祖先であると考えられたことがある。例えば、メソニクス類の薄刃は三角形の得意な形状を示し、ハラクジラ類と共通している。他にも、頭骨の構造やその他の解剖学的特徴がラクジラ類と 類似していることが指摘された。このことからメソニクス類をクジラ類の直接の祖先だとする説が長らく信じられていた。20世紀後半、分子生物学の発展によってクジラ類と他の哺乳類との詳細な系統関係が解明された。また、1980年代以降になるとパキスタンなど、かつてのテチス界であった地域で様々な進化段階の クジラ類の化石が見つかり、最初期のクジラ類の進化史が解明された。これら分子系統学的、古生物学的研究の成果から、クジラ類の祖先は陸生の原始的な玉ひずめ類であること、クジラ類に最も近縁な陸上哺乳類はカバであること、分岐分類学では、クジラ類は玉ひずめ類の中の一系統に過ぎないことが判明した。この分岐分類学の考えに基づけば、 ラクダ類、イノシシ類とカバ類、半数類を含んでゲイ類を含まない玉ひずめ類は、側系統群であり、自然分類群にはなり得ない。このため、分岐分類学において玉ひずめ類という分類群は、解体された。現在では、かつての玉ひずめ類と、クジラ類のすべてを包括した概念として、クジラ玉ひずめ類という分類名が用いられる。クジラ類、 タマヒズメ類を含むローラシア獣類の分岐図1983年に発見されたパキュケトゥスの骨格はメソニクス類のものと大きく異なっており、クジラ類がメソニクス類から分化したものではないことを示していた。むしろ、パキュケトゥスは新生代最初期にメソニクス類から分岐した直後に水中生活に適応していったクジラタマヒズメ類の一種であることを示していた。実際、 カキケトスを含むクジラ類の祖先は、原生のグーテ類が失っているメソニクス的な特徴を多く残していた。興味深いのは、最初期の夕日め動物の祖先は少なくとも一部が肉食ないし腐食性であったことである。彼らから分化したグーテや、類や、キヒズメ目はその後の進化の過程の中で完全な植物食動物へと変貌を遂げ、 本来の肉食動物的特徴を失った。対照的に現在でもクジラ類は肉食動物であり、肉食動物としての特徴を多く残している。これはクジラ類が海中で高温動物として生きていくためには栄養価の高い動物質の餌の方が好都合であるためと考えられている。同様にメソニクス類も肉食動物として特殊化していく方向に、 進化していった。しかし、新生代初期には、獲物となる大型の植物食動物が少なかったため、メソニクス類の進化は行き詰まった。全身世には、気候の寒冷化や、肉食動物として、より洗練された、肉ハメや、その近縁であるネコメの対等に押され、メソニクス類は絶滅した。また、原始的なクジラ類も原生につながる完全な、水生化を果たした。 系統以外は、死神予末期に、ことごとく絶滅していった。ラオエラカ、クジラ類、タマヒズメ類を含む分岐図。インドヒウスを含むラオエラカはクジラタマヒズメ類と、系統関係を持つ、可能性がある。インドヒウスの復元図。インドヒウスは、死神予に、インド北部のカシミール地方に生息していたマメジカに、似た動物である。この動物はクジラタマヒズメ類のラオエラカに属し、 クジラ類と姉妹群であると考えられている。一方で分類上の位置づけには異論も多い。この動物とクジラ類との類縁関係には疑念があるものの両者に共通する特徴がいくつか存在する。特筆されるのは高密度の分厚い骨膜の存在である。骨膜が厚く発達するのはクジラ類とカバのみの特徴であり、その他の哺乳類にはない特徴である。 これは骨格を重くすることで、水中に潜る際に浮力を減災するための適用であると考えられている。例えば原生の豆カなどは、大型も菌類の捕食から逃れるために水中に数分間潜ってやり過ごすことがある。豆カと似たような体型のインドヒウスも、身を守るために、そのような防御法を取り、水中生活に適応した形質を獲得したのかもしれない。 パキケトゥスの復元図、パキケトゥス類はクジラ類最初期の蹄めのある動物である。彼らは5300万年前頃に生息していた。彼らの化石は1979年にパキスタン北部の旧テチス海ボウの河川清掃から発見された。しかし、その時発見されたのは頭骨のみであり、耳の構造からクジラ類であることは確定したものの、 どのような姿の生き物かは推測するしかなかった。体の骨が発見されるまでには十数年以上かかり、その時には口実のアンブロケトゥスが発見されてしまっていたため、発見者であるフィリップ・ギンガー・リッチは足で歩いていたクジラを発見した最初の人物という栄養を逃すことになった。その後、パキスタン北部からインド北西部にかけて次々とパキケトゥスの標本が発見され、 それによって、パキケットス類は当初考えられていたほど水に適応した動物ではなく、季節性の河川と氾濫源が卓越する乾燥地帯に生息していたらしいことが判明した。また、酸素安定同位体比を用いた研究によれば、普段、パキケットス類が摂取していた水は炭水であったことが判明している。もしかすると、彼らは炭水を飲んでいた。 陸上動物を捕食していたか、あるいは淡水に生息する小動物を捕食していたのかもしれない。パキケトゥス類は、外鼓骨の実からなる鼓方の特徴によって過労じてクジラ類に分類される。パキケトゥス類の尾行の位置は、原生のクジラ類とは異なるが、全体的な頭骨の形状は似ていた。眼下は高い位置にあった。この特徴は、パキケトゥス類が、 ワニのように、目と鼻を水上に出して、長時間水中に潜んで獲物を狙う狩りを行っていた可能性を示す。t ィー・ウィソン・ et a によれば、パキケトゥス類の葉は、他のハラクジラ類に似ていた。パキケトゥス類の葉は、犬の紋士には似ておらず、まるでサメの葉のような虚子を持った三角形の葉であった。またパキケトゥス類の科学骨は、科学項を書いている。耳の構造は、 原生のクジラ類のものとは大きく異なっていた。当初、パキケトゥス類の耳は水中音の検知に適応したものだと考えられていた。しかし、このグループの解剖学的研究が進むにつれ、パキケトゥス類の耳は空気中の音響検知に特化していたことが判明した。しかしパキケトゥス類はほとんどの陸上動物と同様に骨伝導によって、 水中音を検知することができた。しかし、この超音方法では、水中で音源の方向はわからなかっただろう。パキケットス類は細長い足を持っていた。一方、手足は相対的に短く水をかくのには適した形ではなかった。そのため、遊泳動物としては進歩的ではなかったと考えられている。その代わり、 パキケトゥス類の骨格は厚く水中の浮力を操殺するため、水底で活動するのに適していた。ティー・ウィソン・エトールによれば、パキケトゥス類の骨格は、水中生活よりもむしろ、跳ねたり走ったりする、陸上生活の方に向いていたという、アンブロケトゥスの復元図。パキケトゥスとアンブロケトゥスの骨格の比較百九十四年、ギンガー・リッチの弟子、ハンス・テヴィスンにより、 パキスタンの4900万年前の地層からアンブロケトゥスの化石が発見された。アンブロケトゥスはおそらく水陸両生の生物で全体的な形態はワニ類に似ていた。アンブロケトゥス類は現在のパキスタン北部に相当するシシンヨのテチス海の沿岸部や川口部に生息していた。アンブロケトゥス類の化石はいつも大量の海生植物や 沿岸性の海化石とともに海岸近くの旋海清掃から見つかる。古生物の生態を復元する方法の一つとして、歯が石灰化する際に取り込まれた酸素の同位体比を測定して生息場周辺の水環境を復元する手段が用いられる。アンブロケトゥス類のいくつかの標本の酸素同位体比データからは彼らが真水を摂取していたらしいことがわかった。 一方その他の標本のデータからは彼らが海水を摂取していたことが判明した。このようなことからアンブロケトス類は淡水域、気水域、海水など様々な塩分濃度の水環境に生息していたことがわかる。このようにアンブロケトス類は淡水域から海へ進出しつつあったクジラ類の進化段階を象徴している。アンブロケトス類の化学校は パキケトス類のものよりも拡大した。このことはエコロケーションに用いられる脂肪界が下顎に収納されていたことを示す。原生のクジラ類では脂肪界は中時の後方にまで拡大している。このことはアンブロケトス類がすでに原始的ながらもエコロケーションを用いて水中で活動していたことを意味している。パキケトス類に似てアンブロケトス類の眼下は 頭骨の高い位置にあったが、頭骨はパキケトゥス類よりも変平であった。アンブロケトゥス類は長い柔ら骨と強力な後足を備えていた。一方で、原生のクジラような尾ひれはなかった。彼らは、なんとか陸上を歩くことができたが、それほど早く移動できなかっただろう。アンブロケトゥス類は、ワニのように浅瀬で待ち伏せをして、水辺に近寄った動物や魚を仕留めていたと、 考えられる。アンブロケットス類はこう仕事、下半身を上下にうねらせて、推力を得ていたのだろう。同時に、原生のアザラシやカワウソ、クジラのようにを振り下ろすことでも、推力を得ていたとされる。これは、クジラ類の遊泳能力の進化過程においては、中間的な段階である。なお、原生のクジラ類は、尾ひれのついた尾を上下に振幅させて、推力を得る。 レミングトノケトゥス類の一種、カッチケトゥスの復元図、レミングトノケトゥス類は、およそ4900万年前4300万年前の南アジアに生息していた。パキケトゥスカやアンブロケトゥスカに比べれば、レミングトノケトゥスカは、パキスタン北部から中部、さらには、インド西部にかけて生息していた多様なグループである。レミングトノケトス類は、から見つかるが、 その形態は明らかにアンブロケトゥス類よりも水中生活に特化している。このことは彼らの化石が沿岸部の国船海生体積物や石湖生体積物など様々な海浜環境の堆積物から見つかることからもわかる。前述の酸素同位体比の研究からほとんどのレミングトノケトゥス類は炭水を摂取していなかったことが示された。 このことから彼らは淡水に依存しておらず、水分摂取は海中で行っていたことが推定される。このようにレミングとノケトゥス類はほぼ完全に海浜環境に適応した進化段階に相当する。レミングとノケトゥス類の眼下は側面を向いており小さい。これは彼らがあまり視覚に頼っていなかったことを意味している。尾光は長い噴部の先端にある。 微光の位置はパキケトゥス類以来変化していない。特筆すべき特徴は三半期間が退化していることである。このことはレミングとノケトゥス類が本格的に海洋環境へ進出していったことを意味する。スプアエトールによればこの三半期間の変化はクジラ類の初期進化史におけるターニングポイントであった。この変化によってクジラ類は感覚機能的には完全に 水中生活へと移行した。アンブロケトゥス類と比べれば、レミングトノケトゥス類は、短い種を持っていた。彼らの骨格の解剖学的研究によれば、レミングトノケトゥス類は過労時で陸上でも活動できた。水中では、講師を使わずに、尾の振り下ろしのみで泳いでいた。プロトケトゥスの復元図、プロトケトゥス類は多様なグループであり、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北。 アメリカから見つかっている。彼らはおよそ4800万年前3500万年前にかけて生息していた。プロトケトゥス類の化石はそれ以前のクジラ類とは異なり、南アジアやアフリカ、北アメリカの海洋体積物からも見つかっている。プロトケトゥス類はインドア大陸にとどまらず、アネッタイの旋回域を中心に反世界的な分布を持った最初のクジラ類である。 プロトケトゥス科にはロドケトゥスなど多くの属が含まれる。プロトケウス類は水陸両生生物だった可能性があるが、レミングットのケトゥス類に比べるとはるかに水中生活に適応していた。水中生活への適応度には大きなばらつきがあり、いくつかの属は陸上を歩くことができた。このグループが水陸両生であったことはマイアケトゥスの発見からも裏付けられた。 マイアケトゥスの化石には胎児が残っており、現世のクジラとは異なり胎児は頭から生まれてくる姿勢を示していた。このことはマイアケトゥスが陸上で出産していたことを意味する。ロドケトゥスの復元図、レミングトノケトゥス類やアンブロケトゥス類とは異なり、プロトケトゥス類は側面を向いた大きな眼下を持っていた。両目が側方を向いているのは現世のクジラと同様に、 水中で捕食活動を行う視界を確保するためだったのかもしれない。さらに尾光は噴部の中ほどにあった。葉の形状は様々でプロトケトゥス類の植生が多様であったことを示唆している。アンブロケトゥス類でもプロトケトゥス類でも化学光は拡大する傾向にある。大きな化学光の存在はエコロケーションに用いた脂肪界の存在を意味する。 水中聴覚を高めるために耳を取り巻く空洞が現世のクジラ類には存在する。しかし、プロトケトゥス類にはまだその空洞は存在していない。現世のクジラ類では失われている外耳道はまだ残っていた。クジラ類の進化において空気中の音を検知する機能はプロトケトゥス類の段階で失われたと考えられる。一方でプロトケトゥス類の水中聴覚は 音源の方向がはっきりとはわからない程度の貧弱なものだった。そのため、プロトケトゥス類の聴力は、パキケトゥス類と現世の白ジラ類の中間的なものだったのだろう。プロトケトゥス類の一部は短く太い手足を持っており、それらを泳ぎに用いたと考えられる。しかし、陸上を歩くためにはあまりにも貧弱な手足だった。一方で、一部のプロトケトゥス類には、 おひれが備わっていた可能性がある。いずれにせよ、プロトケトス類が従来のクジラ類に比べて水中生活により順応していたのは明らかである。例えばロドケトスでは、仙骨は複数の仙椎に分離しており、腸骨はその仙椎のうちの一つと結合している。また、クジラ類の祖先はひずめを持っていたが、ロドケトスにもつま先にひずめが残っていた。 バシロサウルスの復元図バシロサウルスは1840年に、爬虫類と間違えて記載された。そのため、爬虫類の王を意味する、この名がついた。バシロサウルス類とドルドン類は共に4100万年前、3500万年、前に生息していた。このグループは、最初の完全な水生のクジラ類でもある。彼らは、完全に栄養性の生活を営んでいた。通常、 彼らの化石は炭水が全く流入しない栄養性の堆積物から見つかる。バシロサウルス類とドルドン類は熱帯や熱帯の海域に広く分布を広げた。バシロサウルス類の化石はドルドン類の化石と一緒に見つかることが多い。実際、彼らは互いに禁煙な系統である。バシロサウルス類のいない用物が知られており、彼らは魚食性だったことが判明している。 バシロサウルス類とドルドン類の頭骨は、現世のクジラのものに非常によく似ている。しかし、バシロサウルス類とドルドン類には、メロン体がない。彼らの農容量は小さく、現世のクジラ類のように複雑な社会性を持ってはいなかったと考えられている。バシロサウルス類とドルドン類の化学光は、現世のクジラ類のように深く入り込んでいた。彼らの眼下は側方を向き、微光は、 分部の高い位置に移動した。さらに耳の構造は、現世のクジラ類のものに近くなり、耳と頭骨の間に空洞が発達した。一方で、外耳道はまだ残っていた。ドルドンの復元図、バシロサウルス類もドルドン類も、現世のクジラ類に近い骨格を持っていた。バシロサウルスは、現世のクジラよりも大きく、全長18メートル以上に達した。ドルドン類は、 やや小さく、全長5メートルほどである。バシロサウルスの全長が長いのは、腰部の椎骨が異常に伸長していることによる。彼らはおひれを持っているが、異常に細長い体型をして、おひれ自体はそれほど推進力はなかったであろう。対照的に、ドルドン類は短く太い脊柱を持っていた。彼らもおひれを持っており、バシロサウルス類とは異なり、現世のクジラのようにおひれを使って、 活発に泳いでいたと考えられる。バシロサウルス類とドルドン類の前足は、比例状であったと思われる。また、講師は、極めて小さく、泳ぎの役には立たなかった。一方で、指には、アンブロケトス類のような可動関節を残していた。バシロサウルス類の後足は小さいが、骨格の構造はしっかりとしている。この小さな講師は、攻撃として役に立ったのかもしれない。 興味深いことに、バシロサウルス類の腸骨はもはや脊柱に接続していない。また、潜水も他の椎骨と全く同じ形をしている。バシロサウルス類もドルドン類も、現世のハクジラアモク、ヒゲクジラアモクに非常に禁煙な系統である。しかし、ホードイスドバーンズは、巨大な体のサイズと異常に伸長した椎骨の特徴から、バシロサウルス類は、 現世のクジラ類の直接の祖先ではありえないとしている。ドルドン類の一部には伸長した椎骨を持たないものがあり、それが現世のクジラ類の直径の祖先に近いのかもしれない。スクアロドンの復元図ハクジラ類は様々な波長のクリック音をエコロケーションに使用している。ハクジラ類は音波を前頭部にあるメロン器官から射出し、物体から跳ね返った音波を下顎でキャッチする。 スクアロドンの頭骨から彼らがエコロケーションを使用した最初期のクジラ類であることが分かっている。スクアロドンはおよそ3300万年前1400万年前にかけて生息していた。スクアロドンは原生のハクジラ類といくつか共通する特徴を持っている。頭蓋は扁平になり、分部はテレスコープ化している。スクアロドンは原生のハクジラ類。 特にイルカによく似ているが、直径の祖先ではないと考えられている。ケトテリウムの復元図すべてのヒゲクジラ類は、クジラヒゲを備えた、露化接触者であるが、植生は大きく異なる。プランクトンから小魚まで海水ごと人のみにする長すクジラや、小さなプランクトンをすくい取るセミ当然、それぞれの植生に合わせて、クジラヒゲの構造、性質は大きく異なる。 最初期のヒゲクジラ類は中心与中期に出現した。ヒゲクジラの出現は世界的な海洋環境の変動に影響されたのかもしれない。海流系と水温の大きな変化はヒゲクジラの種文化を促し原始的な種を淘汰していったのかもしれない。原生のヒゲクジラ類は長スクジラか、セミクジラか、コククジラか、コセミクジラかの4科からなる。現在、 ヒゲクジラ類の直径の祖先は未発見である。ケトテリウムかないし、その禁煙の道の種から原生のヒゲクジラ類が発生したと考えられている。ケントリオドンの復元図およそ2000万年前に、ハクジラ類は現在のようなエコロケーション能力を獲得したと考えられる。その時期、原生のイルカにつながるケントリオドン化が出現した。ケントリオドン化は、 全身予行期中心よ前期に生息していた小、中型の白ジラ類で、頭骨は左右対称である。彼らはエコロケーションを用いて、小魚やネクトンを捕食していたと考えられ、おそらく群れを形成していた。このグループの中から、原生のイルカが出現したと考えられている。ケントリオドン科の多様性、形質、分布域は、原生のイルカに匹敵していた。 セミクジラの骨格赤丸の中に耐火した骨盤と後足の骨格がある。原生のクジラ類の骨盤と後足の骨格は著しく縮小し、皮膚の中に渦漏れたまま足として役に立つことはない。ごく稀に遺伝子配列の異常から先祖返りした個体が小さな甲子のような構造を持つことが知られている。また、パキケトゥスのような最初期のクジラ類は、 噴部の先端に尾光を持っていたが、ロドケトゥスなどの後のクジラ類では尾光が頭頂部へと移動を始めている。この現象はテレスコーピング化として知られる。原生のクジラ類の尾光は噴気孔として頭頂部にわずかに割れ目があるだけになってしまった。同様にクジラ類の耳も進化の過程で外耳が失われて体内に渦も入れてしまった。バシロサウルスの段階あたりから 中耳が下顎を介して音を感知するようになった。原生の白磁ら類はメロン器官を使って音波を出し、下顎で反射音を感知する。原生の白磁ら類のエコロケーションの説明図。メロン器官を通して音波を発し、反射波を下顎で検知する。ありがとうございます。